こんにちは、モナールチャンネルのマサです。モナモナエクストリーム YouTuber の相関図編、ボナールが中心という始まりました。前回ですね、はい、野球 YouTuber の僕らの周りにいる人たちを、まあ、相関図やりましたね、はい、やりましたね。今回 YouTuber 編ということで、僕これやるためにですね、ボナールの動画全部見直しました。すごい気合い、はい、まあ、サムネだけなんですけど、うん、まあ、今回は、まあ、YouTuber たくさんいるじゃないですか。僕らを中心に、まあ、こういう人がいましたよと、うん、いうのをやっていこうかなと。結構会ってきたからね。いや結構会ってきて、はい、で今回は動画撮ってないけど会った人とかもいる、まあ全部書いてるんですけど、そういう人よりはメインはやっぱ僕らのチャンネルに出てくれた人、なるほど、とかが多いですかね。わかりました。まあ抜けてる人ももちろんいます、うん、前回のパターンもあります。 JBS 武蔵さんごめんなさい。全く知らない。多分ね、もう俺マサの反応も予想して書いてますんで、これ。おー、うわーいた。俺でも上板枠一人思い浮かんでる。あ、マジか、うん、どうしよう、その人最後まで出てこない。じゃあ、まずいきますか。まあ、まず真ん中はボナールですね。僕らが始めたのが2017年の5月ですね。今日多いんで、ボナールのサイズこれです。でかいな。これさ、ここで書いてるとさ、サイズ感分かんなくなる。分かんないね。まあ、モナールは大きくていいでしょう。で、まずこういろんな方向にね、枝を出せるんですよね。まあ、最初どこ行きましょうかっていうところで、最初ですね、誰だろう、最初、最初、あ、あれかな、はい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 、最初カニとウニです。誰ですか。まあ、カニとウニじゃないですよね。でも今もうルーズリーフでもないのかな。どうなんだろう、ルーズリーフですね。いや今は19時のバカンスです。知らないんだよ。ルーズリーフにしておきます。はい、まあ、タイガたちね。タイガたちです。これ初コラボなんですよね。まあ、ここから始まったと。そうだね。でこれ系で攻めていきますと長くなるんで、もうパッパいきますけど、メジロイドが、メジロイドね、まあもう今解散みたいな感じになっちゃったんですけど、はいはい、ガラクタ本舗ですね。グーナッツ。はい、もう出ましたね。早くも出ました、ね、ガラクタ本舗。いや俺結構思い浮かんでたけど、うん、ごめん、ちょっとガラクタ本舗は出てきてなかったわ。うわー、未だにファンいるんじゃない。いるかもね、うん、そうで、まあ、最初の方に、あ、サンクールね。サンクールはよ、こうさ、どこにかならん。サンクール、はい、まあ、この辺はもう全部つながってますと、まあ、いわゆる同期的な、ね、同期的な。あとドラゴンね。ドラゴン最近何してるんですか。最近何してるか知らないけど、うん、ドラゴン屋さんね、はい、バンカラね。バンカラジオ最近の上まで行ってしまいましたが、実はバンカラジオともコラボしてるし、そうこの辺同期なんですよ、ね、はい、多分。だってまあ、じゃあちっちゃくね、高森ね。高森頑張ってね。今回なんですけど、誰と誰がつながってるっていうのをが書くのは多分相関図なんですけど、多分 YouTuber って裏で全員つながってます、うん、そうだね、なのでこの辺はあんま気にしないでいきましょう、うん、まあ多分この辺なんすよ、僕らが動画でコラボしたのは。ただまだいるんすよ。いや、そうそうそう、まだいて、ま、だ出してほしいのいるよ。ここから細かくんですけど、まあ、コンソメですね。コンソメエナジーですね。うわ、コラボしました。したね、東大生系 YouTuber、はい、いおりちゃんですね。いおりちゃんってさ、俺らの動画出た。出てないです。これは出てない人もこの今書いていきます。なるほど。ここはでも正確に言うと運動会で出てるんですよ。そうだね、そう、確かに。だから一応出たものとして、うん、あとピヨチャレさんね。ピヨチャレさん今朝 DM が来てました。なんで会社だった立ち上げたらしいです。そうなんだ、はい、めちゃめちゃタイムリー。沈み論ね。沈み論、シズミロンは定期的に動画を再開しますっていう動画、うん、再開系 YouTuber ですね。いいよね。シズミロン同い年だっけ。そうだね、確かに。そうだよね。そうで、シーちゃんね。シーちゃん夏。あと、マットチェリーパイね。マットチェリーパイね、元気にしてんのかな。いや、わかんないよね、本当に。スワマさんね。スワマさんね、定期的にまあ Twitter で見ますわ。あと、アッセンね。赤眼ね、うん、アッセンはコラボしてるからしかない、うん、で、まあ、最後ラストはガースということでね。ガース夏、ガースともうチャンネルも消しちゃってるかもしれないけど、でもそれで言うと、うん、俺らコラボしてないけど、もっと前玉天学園いるから。いたー、玉天さんいましたね。玉天さんも解散はしちゃったんだっけ。してるけど多分校長先生とか多分自分でチャンネルやっ てるよ、ね、伸びてる。結構伸びてたよね、うん、そう。あと稲荷さんもいましたね。うわいたね。え、直接会ったことって1回ぐらい。1回ある。忘年会で同じ席だった。まあ多分おおよそこの辺が、そうだね、
あの一緒の時期にネットワークとかだった人、そう専属になる前だね。そう、まあ、これ初期メンバーですよ。ちょっと会いたいな、なんかこの辺が初期面ですよ。うん、じゃあちょっとこう上に書けなくなっちゃったらもう脚立持ってきてじゃあちょっと違う方から派生していくんですけど、次はどこ行く？ここにツインズですね。そこか。これ主にヒロムさんなんですけど、はい、なぜか愛だけ小文字ですね間違えましたけど、うん、これヒロムさんと、はい、あのまさか偶然出会うというめちゃくちゃマブダチですこれはなんかあの、はい、ヒロムさんは何の企画やってたのか覚えてないわ。ヒロムさんは、うん、たまたま俺が24時間企画を撮ってる時に大学にいたんですよ、当時大学生で。でその時にヒロムさんが今池袋でカメラ回してますみたいな、かくれんぼ視聴者かくれんぼかな、あそれかもな。でマジかと池袋だったんだね、学校が。学校池袋だったんで授業サボりヒロムさんもう当時だから500人とかだったかな、あの時700人ぐらいでブーストがめっちゃ、うん、やばいやばいみたいな。そうで700人ぐらいでこれヒロムさん前からしてたから絶対出たいって思って、俺だけ多分ガチかくれんぼの鬼やってガチで俺もカメラ回しながらいた、あの探してたらいて、汗だくですいません、僕あのポナルチャンネルって言うんですけどって言って出ましたね。出させてもらっても一気に多分登録者500人とか増えて、もうありがたかった本当に。で、まあこここうつながってますよと、うん、でまあ、今回野球あんま書かないんですけど、まあ、ここはウーム野球部がね。そうだね、ウーム野球部はめちゃめちゃ多いね。抜けた人も含め、お寿司さんとかここパパさんとかも含め、うどんとみかん、まあ、ケンちゃん、クレイさん、今書こうとしてる人全員言われてます、はい、もろもろね。そうまあもうそのメンバーですよ、はい、ここは。でツインズの出会いとちょっと似てるんですけど、おー、なんだろう、マーシーさんですね。そうだね、マーシーさんが俺ら の, あの面白いことにいち早く気づいた人です言い方その通りだけどマーシーさんはね本当なんか恩人って感じ。そうなんですよね、うん、あの登録者1000人ぐらいの時かな、分かんないけど、なんかツイッターがフォローしてくれたしコメントもくれたんだよね。そうコメントくれたんだ、ウームネットワークで僕らも専属になりましたみたいな。そう、うん、でコメントくれて、でなんかそこで初めて有名、本当に有名人と有名人とつながったみたいなので、そう喜んだんですよ、うん、でなんかハロウィンパーティーをやりますと。最初そっちだっけ？最初そっちだって、あれ1月1日だったもん。そう、うん、そうだね。そうでハロウィンパーティーを何人かでやるので来てくださいって言って、周りバズとかウーム専属メンバーいて、これ今だから声を大にして言いたいけど、ユンちゃんいたから。いやそう、それも今書くんですよ。でそこで、うん、そこでパラはもともと知ってたかな、なんか知ってた気がするね、まあ、そこで会ったメンバーが、うん、まあ、パラスティカ、うん、だから万有のユンちゃんね。マジでビビった、普通に素のあのまんまですからね、ちなみに、うん、あとたかしさんね。たかしさんね、当時見てたよね、見てた見てた。あとコーダさんね、いたね。ゲーム実況だって LINE 交換しなかった、明日かも、うん、多分いると思うであとタマちゃんもいましたね。あといた、あタマちゃんいたっけ。タマちゃんいた、あれがいたよ、まれに暇な OL。 なっちゃん、なっちゃん、ね、あとあのそうまれに暇な OL バイク系のね、なっちゃんさん、なっちゃんかっこ OL ねもう OL じゃないと思うとまあ出会いますと。であとねタマちゃんはちょっと別枠なんで。そうだね、タマちゃん、タマちゃんいたか。タマちゃんいた、タマちゃん喋ったのめっちゃ覚えてるもん俺。俺じゃああんま喋ってねえな多分。タマちゃんはなんか喋りかけてくれたの、そうだから覚えてる。優しい、そうなんですよ、喋りかけてくれそう。こことつながりました。そうだね、ビビったね、これ初めて。だってこれ皆さん考えてみてください、これどういう状況か説明します。じゃあ野球に例えます、野球見てる人多いと思うんで、まああのただの草野球人が急にあのプロ野球選手とつながります。プロ野球選手一軍ね、一軍の、うん、まあ、ここはギリ奇跡あるかもしれないですけど、今度じゃあ年末にパーティーやるから、ちょあのうちの選手たくさんいるからおいで、 この状態です意味わかんないですよねそうね、うん、まあ、でここつながります、はい、という感じで。そうだね、はい、で、まあ、じゃあ次こっち行きますか。
やっぱ人間関係変わるのがさ、うん、当時やっぱネットワークのメンツってさめっちゃ近いなって感じだったけど、うん、今もうタマちゃんとか見ると安心するもんすげえ近くのあーなるほどね、うん、そのまあ、今から書くんですけどボンボンとか書くんですけどボンボンとか最初行った時だから本当に俺らここにいていいんか、うんうんうん、状態だったけど、うんまあ、そうだねそうなんか心理的な距離感すごい近いイメージ、うん、今ヨッチさんとかあってうっすうっすうっすみたいな感じだもん、うんということでまあもうタマちゃんって出たんで、はい、キョンクマ軍団ですねあとは、うん、最近撮影できてないけど結局、はい、いいですよ繋がってるねこういう感じです、ね、そうだねそう、うん、見やすいこういう感じですよで、まあ、ここは、まあ、主にボンボンメンバーそう学園のそうボンボンのゲストで呼ばれて仲良くなったっていうね感じですねだからまあボンボンも書いてきますけど だからそれで言うとこれ言っていい、まあ、別に悪いことしてるわけじゃないから全然言っていいと思うんだけどそのボンボン TV にあのなっちゃんいたじゃん、うん、でなっちゃんボンボン抜けてでコラボはしてないけど飯だけキョンクマ軍団と一緒に食うとかあったからね俺それいないやつそうゆうやとその時いなかったと思うけどなっちゃん久しぶりっつって飯の場に来たこととかもありますねまあボンボンでコラボというか知り合ったメンバーがまだいるマナル隊でしょそうだね、うん、マナル隊1回だけあったねそうそうあのこれ完全にあの俺らが出てない回の人は抜くんですけど、うん、マナル隊であと PDS さんねそうだね PDS さんデカキンさん、うん、はいはいはいフュリットさんフュリットさんねツルツル TV あツルツル TV 確かに帰りとか一緒に帰ったもんな電車乗って、うん俺なんならデカキンさん PDS さんヨッツさん俺で飯食ったからねあそうじゃあれなんで俺その時帰ったんだなんか分かんないけどなんか別々に帰って、うん、俺普通にその3人と同じ方向に歩いててなんか寿司食いませんみたいなとこあいいっすねそうだよねで寿司まで行ってるよねそう寿司食いましたねただ龍也ですね龍也っていうあのステイドリーうちの草野チームに加入してるナルの弟ねナルの弟ですこれ龍也ここの枠なのもう YouTuber ではないですからそう、ねまあ、おふざけわけですナルより合ってるからね龍也そうあとゆめっちねゆめっちねもう芸能人ですねそう、はい、ボンボンのドラマの時に3時のヒロインのゆめっちさんと普通に喋るっていう、はい、もう Twitter フォロワーの中のマブダチですいやそれは舐めてんなでも俺熊本生まれでも同い年なんでああマブダチですボンボンの方向だとこんぐらいかな多分会ったことあるあといるプリットさんは思いついてたんだよプリットさんはしかもねコラボしてるんだよそうなんだよこうですね俺個人的にちょっとりっちゃんとかとも話したいけどね真面目なあありっちゃん、ね、真面目なトーク会社員になりましたねそうりっちゃんね真面目トークで、はい、これはちょっとさっき最初言った定義に若干反するんですけど会ったことある人たちほうほうほうで喋ったことあるから書いときたい人たち、うん、それだったらいるよ結構まずねウームなんですよ最初ね、まあ、ここつながりで、まあ、最初ね僕らじゃあどこ目指してかっていうと水溜りボンドさんですね、うん、東京の水溜りボンドって言われたかったからね東京だな元からミスターアルモンドさんがねそうあとオルタナさんねオルタナさんちょ内藤さん NFT 買いましょうよ早く内藤さんの、まあ、ここを最初はなんか目指してやってましたそうだねそうだねでここ喋ったことあるんですよあるねそう僕は水溜りボンドさんないんですけど僕水溜りボンドさん大好きで最初始めた時言ってたんですけどないんですよね俺がどっちとも喋ってそうだから水溜りボンドさん野球の撮影の手伝い2回呼ばれて僕は2回断ってるんで多分もう二度と呼ばれないと思います確かに予定があってね、はい、でもオルタナさんは僕渋ジャパさんとなんか忘年会でちょっと喋らせてもらって、うん、彼はトイレ行ったんですけどで、まあ、ウームつながりで言うと、まあ、ここ目指してた枠ね、はい忘年会でヒカキンさんと喋りましたね俺は YouTube 始める前からもうそうね交差点ですれ違う中ですか他人ヒカキンさんね、はい、まあはじめさんは2回か3回ぐらい動画出てる結構出てんのよ、うん、で最近もまたお会いして覚えられてなかったですそうなんよねやっぱエキストラだからそう、うんはじめ社長、はい、僕手袋貸した中ですからねはじめ社長と
スタッフでもいけるな、それ、うん、でこれ田島社長の動画の時にトミックさんね、そうだね、トミックさん、トミックさん、まあ覚えてないかな、さすがに、うん、あとフィッシャーズさんの動画にも出させていただいてるんですよ、ボナールはサッカーやるっていう企画だね、まあ、フィッシャーズさんはそもそもあのうんだこさんがもう運営系部だし、そうです、うんだこさんの車に乗せていただきました、そうだよ、フィッシャーズカーだね、あれ、はい、フィッシャーズカーに乗りましたね、あともう若干やめちゃってるし入ってないのもあるんだけど、うん、すごいねこれは、スカイピースね、あーウームじゃねえか、ウームではない、ウームじゃねえか、ここに書くと語弊あるな、これウームではないけど、ウームじゃないけど、テオ君をウームで見たことはあります、ジンタンもさ、うん、LINE 交換したよね、したね、うん、したね、そういえばしたですね、しましたね、あこれは絶対覚えてる、花伝さんね、花音伝願さん、あ花尾さんと伝願さん、うん、そうだね、花伝願さんね、伝願さん運営球部1回来ましたし、そうだね、ゆうやが大活躍した企画ね、花尾さん、花尾さんたちの動画にも出てるんで、はい、まあ、ここは覚えてましたね、さすがに、あと地味にそれこそあのマーシーさん、マーシーさんの YouTuber 集める力すごくて、あの車谷瀬名さんとかね、あいましたね、うん、なんか僕見てて結構とかもお会いはしてお話をさせてもらいましたね、ウームなんだっけ、わかんないウームのバスケット出てない、あ出てた球技大会、あ気がするね、まあここはわかんない、わかんないです、わかんないけど、あの全 YouTuber はウームと1回はあの関わったことがあるということでしましょう、はい、もういないんじゃない、いや全然いますよ、まだこれまだあの10分の1です、嘘でしょアバンティーズさん映画出てます、アバンティーズさん映画出てます、あのね、アバンティーズさんの映画のあれ試写会、あれ何俺らあれ何で行ったんだ、映画見たよね、あれ普通に僕らチケット買いました、チケット買って行ったんだ、そう僕らエキストラで出てて、あ映画館でその時にアバンティーズさんが出てきたんだよね、その時の女の子たちの絶叫がエグすぎて、え YouTuber ってこんな人気になれるの っ,、ね、っていう衝撃を受けましたみたいな、うん、そうだね、芸能人じゃんっていう、あれは最初のリアル衝撃だったよね、リアル衝撃だったね、当時俺ら3000人とかかな、分かんない覚えてない、だって玉天学園さんと会ってた、玉天学園さんが3000人ですげえって言ってたから俺ら多分1000人ぐらいだ、そう、うん、でエキストラ出させてもらって調子乗った写真を撮らせてもらってねそれで思い出したけど、うん、僕も結構あのボンボンのドラマとかでも収まりました、あのひろきさんいましたね、いましたね、あとさあやちゃんもいたね、だからそれで言うと、そうです、ひろきさんとも結構話したね、そっか映画で話してることが多かったのか、そうドラマの撮影のボンボンのドラマの撮影の監督がひろきさんだったので、そうだね、ひろきさんカタカナじゃないですけどね、まあ、そうですね、でまあただつながり系は一旦これぐらいなんですよ、うん、でまだいるんですか、まだいる、まだいる、誰ですか、旬ダイアリー、あ、旬ダイアリー今から書きます。いいですね。旬ダイアリーのことは忘れてないです。僕は。あの、そう。今ちょっとね、マサリも言われたんですけど、こっから繋がってはないんだけど、俺ら単体とコラボした人がいるんですよ。初期から。どういうこと？繋がってはないんだけど。例えばさ、旬ダイアリーってさ、あんまどことも繋がってないじゃん。ああ、まあ。で、俺らとしか線が引けない人。なるほどね。まあ、強いて言えばバンカラぐらいか。ぐらいかな。うん、まあそう、確かにバンカラはそうか。なるほどね。そう。旬ダイアリーですね、旬ダイアリーは今もお仕事一緒にしてるんでね、僕に関しては、ね、もう社長ですから旬くん、そう、いやまさ下僕ですね旬くんいや本当に旬さんってで、あとワッキャイさんです、ワッキャイさんね、確かに、てか冷静に考えたけどワッキャイさん産むわ、そうだね、うん、もうやめたかもしれないけど、うん、分かんないけど、あと誰だろう、田中くんです、田中くんか、そうです、確かに産むだよね、そうなんです、産むではない、産むじゃんウームじゃん、言い出したら全員ウーム説、確かにね、で、我々はヒーローですね、今となっては我々はフーフーズで10万人達成おめでとうございます、あれはマジですね、いやすごい、めっちゃ伸びてる、ね、あの動画の再生回数減る未来が見えない、うん、そもそもコラボはしてないですけど、個人的にあの多分仲いいって勝手に思ってて、あの1回しか喋ったことないんですけど、うん、仲いいって勝手に思ってます、誰でブレイクスルー佐々木です、ブレイクスルー佐々木ね、ブレイクスルー佐々木、ブレイクスルー佐々木ね、ブレイクスルー佐々木はあの
登録者何十万人かの時にあのコメントとリプしても結構クスッ返ってきたんで、まあ、これ多分仲いいんだろうなって勝手な思い込みかもしれないですけど、モナールにもコメントしてくれてたんだよね。そうなんよね、あのブレスの佐々木があと100人いってるかいってないかぐらいの時に、そう彼は覚醒する前にモナールチャンネルにコメントして、そうだね、覚醒していったんですよ。 それ言ったら第2グループとかもそうだけど、確かに第2もそうじゃん。第2グループってあったこと、あるバンカラのあれだ、うん、それで言うと、うん、そのバンカラの誕生日会みたいなの呼んでもらったんだよね。うん、そう。あと若手 TV さんとかいたね。え、若手さんいた？いたっけ？いた。全然おとなしかったけどね。記憶の出てるよ。マジか。めっちゃ見てます。最近切り抜きで多分一番見てる、下手したら。出てるよ。あ、そうだ。あのさ。うん、初期に、え、まだいる？俺がパソコンもらった、はいはいはい、演劇系の YouTube やってましたね。そう、なんだっけ、食料人類のね、水谷健吾さん食料人類を書かれてる、アクトラクトだ、そうだ、アクトラクト、アクトラクト一時期僕ら企画、すいません、パクらせてもらってましたで、食料人類、その水谷さんから僕 MacBook もらいましたね、プロ。そうですね、はい、オルハ君ね、オルハ君とえっちゃんにあの焼肉をおごってもらいました。人生初のジョジョ園がオルハ君とえっちゃんです、未だに、うん、こうやってここつなげた。2回目はないです。並木ちゃん見たやん。並木ちゃんはあの忘年会で会ったと、ボンボン TV で一回一緒になった。あと PDS さんとエッチもつながってますね。あとは全部出してる、まあ、ただ全動画見たんですけど、うん、サムネと内容を軽く、野球が途中から多いから。そうなんだよね、結局。確かにこれ野球やる前なんですよ、ほとんど。そうだね、会ってる人たちは。まだいた誰、うん、ユーポンいましたね。最近会ってないね。マコチだって。マコチね。うん、マコチ＆ユーポン。あ、運命キューブとかでもね、あの東海オンエアの年光さんとか、そうだね、あっちに含んでる。全く動画撮ってないところで哲也さんとかに会って、梅丸さんと、さんとね、でその後動画でもなんか喋ってくれて、この前会った。書いていきましょう。どこだ、ここの枠か、その枠だ、この枠か。やっぱいまだに東海オンエアさんとかはじめしゃちょーさんの動画に出てると周りの友達がざわつく。虫さんとりょうくん会ったことないんで。ないんだよ。虫さんは運営キューブ入れ違いだったんですよ。そう、ちょうど会いたいっすね、どっかで。 JJコンビは俺はあのどっちだっけ、背高い方、二郎さんか。二郎さんにあのバスケでブンってやられた記憶しかないです。JJ はでも喋ったことない。喋ったことない。俺がツイッターで一瞬パソコンもらえるかってなって。パソコンもらうかどうかみたいなさ話をしてたぐらい。あとヒヨリンゴとかね。ヒヨリンゴさんか。ヒヨリンゴさんね。でも1、2回ぐらいか。かな。僕のみなんですけど、はい、なんすか、抜けかけだ。メグイン TV でですね、え、バイトしてましたね。え、メグイン TV がやってる会社でバイトしました。そうです。なるほどね。じゃあメグイン TV の編集ではない。メグイン TV のサブは編集しました。おお。で、あとバンディさんね。ああ、なんか飯食ってたね。鍋か雑炊か餅か団子か知らんけど、バンディさん、メグイン TV でちょっと編集をね、企業チャンネルとかもやってた時期もありましたね。ほんともうだいぶ前だけど。俺のポケモン大会で出会った人は入れないでいいですか。吉生さん、吉生さん入れないでいいよ。あとまさかね、あのゲーム大会でボコボコにされた吉生さんがいました。もうあれがトラウマすぎてアルセウス買ってないです、うん、いや関係ねえだろ。やらねえだろ別に。もう、はい、もうでしょ。
もうでしょ。もうだな。いやまだいるかもしれんな。でも出てくるもん。続いて、はい、ボナルの相関図これです。いやマジで皆さんありがとうございます。いや俺若手 TV と会ってたの衝撃だなけど。はい、いやすごいですね。すごい、はい、本当にこの中でみんな抜き抜かれ、うん、活躍し解散し、いや本当そう、いろいろドラマがあったから、ね、ということで、はい、今回ボナール相関図楽しんでいただけましたでしょうか、はい、その他ボナールにやってほしいことはコメントお願いします。はい、本日もどうぞありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価フォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。呼び乗りさん、セロリンネさん、チャカプロジェクト、チャタくん、忘れてました。ごめんなさい。セロリンネさん、可愛いんで許してください。